こんにちは、病気者のです。っていうかさ、百歩譲ってさ、覚醒剤を自分で打ってるっていうのはもう自己責任なんで、百歩譲っていいんですけど、人を巻き込むなよって、すごい思いますね。だって何も関係ない人がさ、職質されて逃げて、90キロの速度でぶつかられて、なんだろうね、その覚醒剤って言った女は生きてて、なんも、関係ない、女の人が亡くなるって、なんかなーってすごい思いますね。てか、自分勝手すぎだろってすげえ思いますね。一人の人生を台無しにしただけじゃなく、その周りの人生も台無しにしてるからね。反省してくれ以上に、どう償うのっていうのがすごい思います。薬はダメですってことですね。はい。ということで、女性が、まあ女性じゃないな、女が職質されて逃げて、女性にぶつかって殺して、その女から覚醒剤反応が出たということについてお話ししてきました。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。